2位。発表いたします。今年度の総選挙第2位は、最終獲得票数は昨年度の4倍になりました。12万2843票を獲得いたしました。 AKB48ティーム K 大島優子。悲願の連覇ならず、しかしご覧ください、この最終獲得票数、去年の実に4倍近い方が大島さんの背中を押してくれました。あえて言わせてください、おめでとうと。おめでとう、自信を持って誇りを持って挨拶を。この票数一人何枚も買って本当に総選挙と言えるのか。選挙は一人一票じゃないか。いろんなこと AKB の周りは言います。ですが私たちにとって票数というのは皆さんの愛です。私たちは愛されて、こんな大きいステージで、こんな大きい武道館でこういうイベントをやることができます。去年は1位になってヘビーローテーションという曲をセンターで歌わせていただきました。私にとっても大切な曲です。次のシングルでは2位ですけれども、でも甘んじず一生懸命にシャカレキに踊って歌いたいと思います。たくさんの愛をありがとうございました。大島優子に熱い拍手を。そして第1位、はい、改めて謹んで発表させていただきます。AKB48 22nd シングル選抜総選挙第1位は、AKB48 チーム A、 前澤敦子。去年首位を譲ったことでいい意味で肩の力が抜けた前田さん、自分が AKB でできることを真剣に考えるきっかけにもなりました。自分なりのやり方で AKB を全力で引っ張ってきた1年間、 AKB の顔前田敦子完全復活です。それじゃあね、この1年間の思いもさることながら、ぜひ一つ皆さんに今の思いの丈を。皆さん本当にありがとうございます。たくさんの方に応援していただいたってこと、たくさんの方に支えていただけてることを、とっても感じることができました。もちろん私のことが嫌いな方もいると思います。一つだけお願いがあります。私のことは嫌いでも AKB のことは嫌いにならないでください。
笑顔を届けていきたいです。よろしくお願いします。はい、 AKB のお仲間も一つよろしくお願いいたします。ねえ、ね、そしてセンターで1年間大いに頑張ってくれた優子ちゃんに一言。優子にはこの1年間1年間と言わずずっとずっとみんなを引っ張ってくれたのは私じゃなくて優子だと思っています。これからも変わらずAKB48 と一緒に支えていってくれたら嬉しいです。ありがとう。優子ちゃんからメッセージあるか。いい、あっちゃんは AKB の顔です。あっちゃんが笑顔で前を向いてくれてればそれでいいです。これからも一緒に前を向いていきましょう。